イティアチャンネルママです。今日は大阪府堺市にあるゆらぎアウトドアさんにお邪魔しております。こちらのショップは、去年の7月にオープンしたての出来たてほやほやのショップさんです。早速店内の方回っていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあ入ってきてまず一番初めに気になったこちらのオイルランタンのこのセットめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い、高級感が増す。いやな、うちはこういうの持ってないやん、うん、グローブばっかりで。グローブばっかり言うても2個しか持ってないけど。でもこれがちょっと気になったな。4種類、4色、黒と、そう、こうジンク、ジンクのね、この色いいな、この色味いいっすよね。うん、この組み合わせグローブともなんか合ってる気がするね。ちょうどちょうど使ってるの一緒っすもんね。うん、そのヌメ側なんで、はいはい、使ってるとあの右側にあるやつと、あ、はい、これも全く同じ革なんで、あ、それも同じ味が出てくるんですね。育てるタイプですね。はい、あ、じゃあ3色ですか。3色、そうです、この3色、黒と別のもんかと思った。ヌメ革、ヌメ革いいですね。ヌメ革はいいと思う。そ、育てていく、育てていけるよ、ね、着色してないんでこう、こうやって味が出てくる。あ、使っていくうちにだな。わあ、いいな、このセットいいな。ワットワットウィルビー、ウィルビー、はい、うん、ロゴも可愛い、はい、うん、で、次、隣デザインさんのシェード、これ欲しかったやつじゃない？いや、それ持ってるんですよ。あ、持ってるんか。欲しかったやつ、こっちか、欲しかったやつ。欲しかった、あの、すぐ買ったんですよ、こっちも。それで悩んで、こっちにしてん、うん、あ、こっちにしたんか。そう、全部手作りで、うん、自分であのこうやって折り曲げて紐とかつけてるんで。あ、手作業でね。そうなんですよ。はあ、あ、かわいい、シェードね。個人的にはかなりおすすめ、うん、小さくなるし。これ持ってるんですか？売ってます。普通にこうやって引っ掛けたりとか、はい、あとはこっちにあるんですけど、こうやってガイロープに途中に留めれるんで、うん、あ、なるほど。あのランタンハンガーとかなくても、あ、もうこれだけで、これが2サイズ。そうです、そうです。大きいのとちっちゃいのと、大きいのとちっちゃいの。これすごいな。へー、入り口からも沼だらけで、どないする？困りましたね。困りましたな。はい、次これ鳥かごっていう、これちょっとソロプロダクトさん、一目惚れしたんですよ。これゴールゼロ用のシェードですよ。そうです。ねじりがね、素晴らしい。入れてみますか。あ、入れてみてください。取り扱い店舗があれなんですよね。あ、もう多分ここしか置いてないですね、関西で。はい、取り扱い店舗がこちらだけみたいなので、ゆらぎさんのみ。ゆらぎさんのみ。これはすごい、かわいい。え、買っちゃいましょう。私、もっと欲しいのあるんですけど。見つけちゃったんですよね。見つけちゃったんですよ。いや、これでもちょっと、僕的にはかなり。つぼった。つぼった。これはいい、うん、素晴らしい。はい、私がもうずっと気になってたこのキーのこちらです。好きそうやな。めっちゃ可愛いねんけど、ほんまに。これってどういうあれになってるの？こことあのキー、木っぽいこの部分とね、レジンっていう透明の樹脂を組み合わせてる。あ、天然木とレジン。
すごくない？めっちゃ可愛いねんけど。欲しい。物によって個体差があるんで。そうですよね。天物って感じで。本当に個体差があって。シェードとハンバー。ハンバーとシェードとあって。いやでも。両方見たら両方欲しくなるような。これも またあの沼やな。これはちょっと悩みます。裸のゴールゼロ1個余ってますよ。余ってんな。裸のゴールゼロ1個余ってます。これにつけたらなあかんな。寒そうやったもん、昨日。寒そうやったな、一人だけ。肌感冒やったかな。ちょっとコーヒー飲みながら悩むわ。悩みます。はい。焚き火台コーナーがあるんですけども、結構珍しい、見たことない焚き火台があって、こっちのテント店の焚き火台が、いや全然見たことなくって、ここのなんかつららみたいな、すごいかわいい。これ多分火ついた時のイメージがちょっと、ここは全部開いたり閉じたり。あ、なるほど。全部します。あ、じゃあ風強い時とかはもう閉じて。へえ。あ、4つとも。そうです、そうです。わ、すごい。でここ間空いてるんで、はい、ちょっとなんちゃって二次燃焼になって、燃焼効率もめっちゃいい。ああ。すごい。で燃焼効率、完全な二次燃焼にしちゃうと燃焼効率良すぎて薪がめっちゃ消費されるんで、はい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 、あえてそこまでいってないっていう。あ、なるほど。こっち出せたらさ、薪も安定してぶっ込めるやん。で畳むとこれ廃油系取れるんですけど、うん、おお、畳むと全部ここに収納されます。え、あ、足も全部、全部ここに入るんですか。はい、すごい。考えられてるんですよ。やっぱ焚き火台はコンパクトが一番、持ち運びが便利なのが一番いいよな、やっぱり。このテントテンさんも揺らぎさんだけですか。これもそうですね。そうです。大阪ではなく、おそらく。どこのメーカーさんですか。北海道です。北海道すごいですね。いいメーカーさんいっぱい。今ワトイオンとも北海道。そうです、ね、はい。北海道ワトイオンとだもね、本当お願いしてるんですけどね。お願いします。ぜひゆらぎアウトドアさんに置いてください。いや置いたらすごいな。すごい。ワトイオンとかね、おばさんが来たらすごい。ワトイオンとはすごいですよ。 F 分の1スペース、はい、の焚き火台。F 分の1スペース。F 分の1スペース。初めて見る形。クロスされて。あ、3本なんですね。そうです。すごい安定して見えるけど、3本で足後ろにもあると思ってた。これもまたコンパクトになる。あ、なります。これですか。はい。これケースついてるんですけど。はいはいはい。これに全部。この薄さで。どういうことやろう。
じゃあもう全部バラせるってことですか。はい。すごい。一応これこのプレートも全部外れて、ここもで、この下の部分と足も3本外れるんで。ああ、なるほど。全部コンパクトに。この模様もすごい。あの、はい、燃えた時めっちゃ綺麗。この高さは魅力的。おお。背高いよな。面白いな。面白い。見たことない。形が。ギアの。あ、ありがとうございます。あ、ほんまや、こんな位置で。すごい。すごいな、うん。抜群の高さかもしれない。いや。え、これ一応ここの上でなんか鉄板のしたり。あ、全然余裕でいけます。ね。めっちゃ料理とか焼きやすい。フライパンのして肉焼いて、うん、めっちゃやりやすい。高さが高いって考えへんかった私、うん、のこれは新しい。3本やし足3本でもしっかり動けへんもんこの焚き火台はすごいな。北海道すごいですねこのテーブル初めて見たんですけど、どこのメーカーさんですか。これ0229メイドって言って、はい、愛知県のブランドさんですね。愛知県ですか、うん、家具レベルで、作ってくるんでクオリティがめちゃめちゃ高いです。へー、真鍮と木、ネジまで真鍮みたいで、すごい。これほんで折りたたむのにペタンって薄くなるから、ね、積載も楽ちんやし、場所取れへんからめっちゃいいなって思ってんけど、テーブルこのちっちゃいのと大きいサイズとあって、これ2個あったらさ、これはちょっと あっちの方でコーヒー飲もうっていう時に移動させたりとか、ソロなんやったらこっちだけあれば十分かなって。椅子の横に置いときたい。置いときたいよな、これすごい安定感やっぱ珍しいよな、大阪ではここだけみたいなんで、気になった方はぜひこちらに見に来てください。めちゃくちゃ可愛いんですよ。この辺に中系とか内部系とかあって、下にフライパン系が並んでて、一番上にドーンとアドバさんがかっこいいな。で、その横にこちらオールゼロのシェードですよ。これもまたあれかな、使っていくうちにこういう色になるってことやんな、梅が終わりから。あ、ワットオイルビーシリーズです。シリーズです。結構結構あるっすね、いろんなカバーがありますよ。また見つけちゃったよ、このレジンテーブル、リバーティーファニチャー、リバーティーファニチャー、めっちゃ可愛いですね、これ。三脚の構造から入力していただいて、もともとなかったらありだったんですけど、はい、まあ、レジンが好きだったんで、天然木と質のいいレジンを作る感じは、はい、何十万か100万の世界になるので、それを行動にしてアウトドアに全部取れないかと思います。焚き火用サイドテーブルで特注で作っていただいたやつです。いや、めっちゃかわいい。いや、すごいな。これレジン沼に今新しく入りそうになって。
新しい沼にちょっとダイブしそうになってしまってるから。わあ、もうコーヒーのね、コーヒー関係が結構。かわいいこれ。初めて見たんですけど。うちがもともと焚き火とコーヒーが好きで、それを中心の品揃えになってるんですけど、あの、まあ、アウトドアにぴったりのコーヒー、アイテムを揃えてて、これは、まあ、ドリップシステムというか、これいろんなブランドの組み合わせで、そうなんですか、なってて、折り紙ドリッパーと折り紙で、それにシンデレラフィットするあの折りたためるコーヒーのドリッパースタンドがあって、で今結構アウトドアでも有名なタイムモアの、スケール、結構使ってますよね、みんな。そうですね、まあ、グラムとか分数とかも測れるんで、で、もともとこういう製品なんですけど、このプレートを、この寄せ木、の、無垢の素材でできたプレートでこうカスタムしたら面白いなっていうので、作っていただいた。じゃあこれも揺らぎさんだけのプレート。ちょっとそろそろこう製品化できたらなと思っているところで。あ、売ってはないんですかね。まだちょっと今開発中です。で、このドリッパースタンドにタイムモアのスケールもちょうど合うので、もういろいろこう完璧な組み合わせが今できてます。なるほど。おうちコーヒーでもアウトドアコーヒーでも、使えるような感じで。いやー、いいなぁ。エスプレッソもドリップケトルも、まあもちろん直火で使えるアウトドア向けのものだし、ミルもこれタイムモアですけど、普通のアウトドアミルより、すごい軽く引けて半分の回転数で引き終わって、で、かつ精度がすごい高いんで、美味しくドリップできるエントリーモデルの最適解と言われるもの。C2 っていうグラインダーとか。あ、C2 聞いたことある。はい。で、しまいにはこう手焙煎で、焚き火とか、焙煎し始めたらもう、戻れないかなと。へえ。あ、木豆も。木豆も売ってます。すごい、すごくない。わあ。あ、これも聞いたことある。まあ、いわゆる浄水器的な役割を果たしながら、ペーパーレスでコーヒーが入れられるドリッパーなんですけど、なんかまろやかになります。喉に刺さる感じがなくなって、水も通したらまろやかになるし、コーヒー入れても当然まろやかになって。へえ、すごい、こだわりがもうここにいっぱいあるいや、ありがとうございます。アソボのリュック、めっちゃかっこよくない？これめっちゃかっこいい。バックパック。これ背負って韓国行きたかったわ。これで行きたかったわ。それで行けばよかった。僕らも本当に3、4年、4、5年使ったんですけど、私の場合、メタレなんですよ。ベルトとかもシートベルトと同じ質なんで。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ丈夫。へえ。こういうとこもめっちゃこだわりが。これ今私が持ってるリュックと同じぐらい軽いんだけど。へえ。でかさ全然違うの。そう、あれ小さいけど重いね。いやー、いいな、かっこいい。これね。はい、これでだいたい一周したけど、欲しいのが時間かかりすぎだよ。そう、欲しいのがありすぎて
どうしようかと思ってる今。でちょっとコーヒー飲んで落ち着いて。ちょうどいいっすね、ルート的に。そう、こう回ってそれは計算済みですか。計算済みです。おお、コーヒー飲んで考える。コーヒー飲んで考えます。動線がもう全てこうされてるんだ。導かれてる。いらっしゃいませ。じゃあちょっとコーヒー飲んで考えるわね。はい。シェードばっかり、ゴールゼロ。お前、俺もゴールゼロがまだ足りひんくなるやんか、また消さなあかんねんな。消さなあかんねん。ありがとうございます。お邪魔しました。